間になりましたので開始いたしたいと思います。まずはじめに、TPP では生きられない人々の運動共同代表千両信弘より開会のご挨拶を申し上げます。今日は皆様遠いところからお集まりいただきましてどうもありがとうございます。私は新潟で米を作って暮らしている共同代表の千両信弘と申します。昨年の10月菅総理大臣が TPP への参加検討を表明してからまだ1年ほどしか経っていません。今年の2月26日には TPP に反対する人々の運動が開いた TPP では生きられない座談会には400人もの人が集まりました。でも2月26日は平和な時だったと思えるほどの出来事が日本列島で起こりました。東北を巨大な地震が襲い福島第一原発ではあってはならない事故を起こしたのです。私たちは大きく価値観を揺さぶられています。確かに日本は物質的には豊かな国になってと言えるのでしょうが、でもその豊かさがいかに底の浅いものだったのか痛感せずにはいられません。もう一度じっくりと腰を据えてこの国の進むべき方向を定めなければならない時が訪れているような気がします。 TPP に話されている内容は24分野に及び、農業だけではなく BSE、DM などの食の安全、健康保険、融資などの金融共済などあらゆる分野にわたるもので国の形を繰り返してしまうのではないかというほとんどのものです。この10年進められてきた構造改革をさらに推し進めようとするもので私たちの暮らしは根本から破壊されいよいよ息の根を止められます。ここ数日仙台から福島にかけて東北の被災地を訪ねてきました。まだ復興は始まったばかりです。人々の暮らしを置き去りにした TPP 参加は持ち手のほかです。今日は金子先生、橋大祭の一見経験者からの TPP の問題点を掘り下げていただき、どのように事態が動いても TPP 的な国づくりではなく安心して人々が暮らせる国にするべく決意を新たにするシンポジウムにしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。司会は TPP に反対する人々の運動より大野和興、パネリストとして全国ユニオン会長鴨桃代さん、各総合病院医師広平哲郎さん、佐賀県の百姓山下総一さんがご登壇になります。それではご登壇いただきましょうか。それではこれから第1部を開会したいと思います。私は絶対の司会をやります。大野と申します。日刊ベルト編集となってますが、これは仮の姿で、農業の記者をしております。50年村ばかり歩いてきました。よろしくお願いします。今日の第一部3人の方から ご提供いただきますが、1人は農業の百姓の立場から、そしてお一人は労働者の立場から、そして、国民の命健康を守る医者の立場からということです。私たちの運動は3人の共同代表それぞれ100勝を呼びかけておりますが、しかし TPP はご存知の通り農業の問題だけではない。99% の人に広く呼びかけた運動を作ろうということで立ち上げました。まだ 3% ぐらいですけれども、早急に 99% の運動にしたいと思っております。今日はその私たちにとっては第2弾のアクションですが、今緊急に迫っております TPP の問題をきちっと受け止めながら大きく運動を広げていくきっかけにしたいと思っております。でお一人15分ずつお話をいただいて、最後にあまり時間ございませんが10分程度会場からのご意見ご質問をいただく時間を取りたいと思っております。よろしくお願いします。それでは早速入りたいと思います。
まず佐賀の百姓山下総一さん、作家でもあります。私たちこの人々の運動の共同代表、老中生と揃っておりまして、その老を代表するんですが、中が山形の百姓の神戸氏で、中にしては少し党をやってるんですけれども、そして、青年が、農村では本当に青年である今の天明君です。じゃあ、私たちの百姓の代表でもある山下さんからお願いいたします。こんばんは。私は百姓の代表ではありません。私の代表であります佐賀の唐津っていうところで百姓をやりながら、まあ、腹の立つことが多いもんですから、腹が立っては本を書き、腹が立っては本を書きというのことを40年やってきました。山下です。で、一つだけお断りしておきたいのはですね、立場です。私はあくまで一百姓の立場でありまして、背後関係は一切ございません。ですから何言っても左遷される心配はないし、クビにはならないし、選挙にも落ちませんので言いたい放題言いますが、自分の言ったことについては一切責任は問わないと。で、つまり皆さんこうですよ、ああですよって話は私はできないわけですから、私はこう思いますけどどうですかと、私はこう考えますが皆さんどうですかって話だと思って聞いてください。まあはっきり言いまして、私はですね TPP がなくても日本の農業は潰れると思ってました。で、これはねただ貿易だけの問題じゃなくて、まあ、いろんなことがあるんですよ。それが悔しいから帰ってきたわけですけどね。で、だから私はまあこのまま行くならいずれ日本は農業のない国になるよと、でそれで困るのは誰だということをずっと言ってきましたが、なかなかそうならなくてですね、狼青年が狼おじさんになり、狼じいさんになって、やっとその時が来たと。やるならやってみろっていうのが私の本音であります。やってみなさいよと。で、農業がなくて国が成り立つかと、困るのは誰だということまで、やっとざまみろという時代が来たかなと、私の言い訳だと私は思ってるんです。本音で言えば、で、今から建前の話、表向きの話をしてます。で、結局、まあ、どの辺から行くかって問題あるけど、例えば日本が貿易で稼ぎすぎて、為替の協調会議が、まあ、1986年のプラザ合意ぐらいから行きますからね。それから、それが86年でしょ。それから87年に前川立法庁が出て、で、まあ、日本が経済大国になったのに、国民に豊かな実感がないのは農産物が高いからだと、食費が高いと、国際価格に比べて3割も高いと、したがってその高いものを外国から入れろという話になるんですね。今現在はこれ2006年の農林省の調査ですから、円高は影響ないと思うんですが、東京は世界の主要都市の中では一番食費資金が安い都市になっています。で、豊かになったかって話ですよね。で、まあ、ずっと89年にベルギーの壁が打ち壊されて、90年に、クリントン政権が出て、91年にソ連邦が崩壊してという、ずっと流れの中で考えてみるとですね、結局この、まあ、資本主義の行き着く先がグローバリゼーションで、グローバリゼーションの究極の姿が TPP だっていうことだと思うんですね。もう完全な話じゃないわけですからね。で、これはね、やっぱり農業やってる側から見ると、まあ首吊る人の足を引っ張る修行だと言わざるを得ないと。で、これはやっぱり自分のね、まあ自分の国の政府から自分の生きる道を閉ざされるっていうことになると、これ黙っとくわけにいかんだろうと、まあかなわぬまでも声を上げなきゃならんだろうということが反対した一番の理由ですね。で、まあそれは分からないんですけど、分からないけども、まあ、3月11日、つまり 3.11 以前は TPP 反対の集会やろうとデモやろうとマスコミは一切報道しませんでした。
ですから農家の人は知りませんでした。ピクリって何のことか分かんない。さすがに今になったら脅してますから反対意見があるなっていうこともやっと分かったし、農業だけの問題ってことも分かってきたわけですよね。でこれは本当にだからまあ3月以降ずっと先送りになってましたので、私は目につく限り自分で気がつく限り TPP に関する単行本なり雑誌なりほとんど読んだつもりです。でしかしTPP を慎重にやれとか反対だとかという批判の本はたくさん出てますけど、 TPP でこんなに良くなるって本は一冊もないんですよね。でもそういうのがあれば反応してやろうと思って読むんだけど、それはないんですよ。それが実態ですね。で今年4月でしたか、南九州の大学の自治会が TPP の勉強会をするから来てくれって言ってきました。そしたらやっぱり農業問題と思ってまして、ここには農業の崩壊、農畜産業の崩壊と私たちの暮らしとかタイトルつけてるわけですよね。農業だけの問題じゃない、これは そんな問題じゃないんだという話しましたけど、後で、その実行委員会の人たちとポテトチップスとコカ・コーラで打ち上げしたんですよ。その時にですね、経済部の学生が3人いまして、ちょうどその日にその TPP の講義を受けたばかりで、先生が何話したかって言ったらこうノートを取りながら言いましたけど、その要約するとこういうことでしたね。正直言って TPP に参加しても日本にはほとんどにメリットはないと。しかし参加しないデメリットは大きいと。一番大きいのは何かというと、日本の企業が海外に転出して産業が空洞化してですね、都市に失業者があふれると。しかし参加するとこの失業を農民が引き受けることになると。で日本では工業よりも農業よりも工業に国際競争力があるから、だから TPP に参加することが国益にかなうと、こういう事業をしてるみたいですね。大学では金子先生は特別みたいですが、こういう人がいっぱいいるといいんだけどね。でそういうことで皆さん理解してる。で多分国民の世論世論っていうのはそんなとこじゃないでしょうかね。だから儲かったところで儲かるやつをかばせばいいじゃないかっていうことで動いてるんじゃないかなと。いやそんなもんじゃないと私は思ってるんです。それでいろんなことがありますけども、まず何かっていうとね、結局関税がなくなるっていうことですよね。で経済界はつまり競争条件を外国と同じにしろと、そうしなきゃやっていけないって言ってるわけですよね。それで関税下げろとか言ってるわけです。農業はもう全く環境の違う競争条件が全く違うところでやってるわけですよね。その競争条件が違うところを少しでも埋めるために WTO で世界中が認めてるのが関税なわけですよ。関税かけてなるべく競争条件を同じようにしようとしてます。でこれは農業に対してはこれダメだって言ってるわけよ。だから農業は裸で競争しろと、俺たちは競争条件を同じにしろと言ってるわけだから、これはもう得て勝ってもいいところだと私は思うんですよね。でそういうことで、もし、日本はご存知のように最重要品目っていうの、9品目ぐらいが、200% 以上関税、関税って言わないですね、日本の場合は。重量税っていう、関税って言葉は使ってませんが、それを関税に置き換えるとそうなってる。だから米で消費量が高いのが。それからでんぷんですよ。じゃがいも、さつまいものでんぷん。それから砂糖、砂糖きび、ビートの砂糖ですよね。それからバターでしょ。それから脱脂粉に。あとは大麦、小麦、大豆か、それが 200% 以上の関税がかかっている。あとはもうないんですよ。私が作っているみかんなんかはな、野菜で 3% ぐらいですね。でこれは結局日本で作らないと1億2000万人の食料もね、供給するのに非常に不安だから、絶対守るという最重要品目として守ってきたわけですよ。その関税がなくなるということになると、
あ、15分だってそう、まずね、農業政策が成り立たなくなると思うんですね。だって第一、あの米の生産調整、減反がどうなるかっていうことで、外国から米がどんどん入ってくるのに、こっちに減反してどうするんですかって話になると、減反やれないでしょ。減反がやれなくなるとどうなるかっていうと、あれですよ、もう減反を廃止するしかない。廃止したら、じゃあその米価が、その需給調整は何でやるかっていうと、そのための準備が米の先物取引ですよね。先物取引で需給調整するということになるわけです。で、当然米価は下がりますから、米価が下がると農地の値段が下がりますよね。で、有給農地が増える。で、結局まあ集落営農でも個別農家でも、これは家族経営でやっちゃ農業はやっていけないよっていう話になっていく。で、下がった値段が下がった農地を、まあ、やれる人に任せようじゃないかということになって、株式会社の参入ということになる。その時邪魔になるのが農地法ですからね、農地を撤廃だという。なんか今でもね、なんかまあ、こういうことを言っちゃいいのかな、ちょっと今日は表向きの話とかそれはやめとこうもう起きてるんですけどね、そういうことはね。そうすると結局ですね、農地開放以前の、まあ、地主制度に戻るという時代になっていくわけですよね。で、じゃあその農地開放って一体何だったんだろうという気がしますよね。だからこれやっぱり、ね、阻止しなきゃいかんという。あと5分だって、どうしようかな。ぜひ読みたいのがあったんですけどね、これはあとで井上先生の話から出るけども、 TPP に入れば完全ともう3つしかないんですよ。農業と工業と、それから繊維と、あとはもう非関税消費ばっかりですからね。だから結局社会システムの統合ですから、日本がアメリカみたいになるということです。で、一つだけこれはですね、JA コムという農業協同組合新聞というのがありますけども、そこのですね、9月20日号に、中岡望むという東洋英和女学院の先生がの、インタビューを取ってました。で、アメリカの状況に非常に詳しい人 でこれ読んでやめます。だから TPP に入れば間違いなく国民皆保険は崩壊しますよということですね。一方、社会政策では民主党が、アメリカでしょ、アメリカ民主党が長年主張してきた国民皆保険制度が実現した。しかしこの制度については地方裁で違憲判決が出ている。保険契約を結ぶかどうかは個人の選択であって、国家が強制するのは憲法違反だというのがその理由であると。今後連邦最高裁判所がどう判断するかが焦点になっています。何よりもこの制度、つまり国民皆保険ですね、この制度に対しては財政赤字をもたらすという大きな政府への批判が強い。アメリカ米国民の半分以上は国民皆保険制度は許容しないというのが実情です。共和党は来年の大統領選挙ではこの制度の破棄を打ち出す考えですということですから、ね、ほんの一生一生ということになると間違いなく日本の国民皆保険制度は崩壊するということは間違いないじゃないですか。だから昔は外国のことにいろいろ言うのを内政干渉と言ってましたけど、今はこれを非関税消費というんですよね。日本 の国民皆保険、年金もそうですし、保険もそうですよ。農地法もですね、これはまさに非関税消費の最大のものですから、これが外されるという、だから日本の国の形が変わると私たちが言っているのはそういう理由であります。時間になりました。ありがとうございました。じゃあ引き続いて労働者たちから全国ユニオンの代表でありますユニオン運動の先駆けをずっと走ってこられました加茂さんにおいでいただいております。資料で雇用を守る震災ホットラインの報告という資料が出ておりますので、それもご覧になりながらお聞きください。それではよろしくお願いします。じゃ
全国輸入の鴨と言います。よろしくお願いいたします。今日全国ユニオンの私は会長をしておりますけど、本当に問題意識が大変、なかったなと思うのは、この TPP の問題についてこれだけ多くの人たちがここに集まってくるとは私は予想だにしなくて、そして残念ながらまだ全国ユニオンとしてもこの問題について具体的な方針を確認をしていないところです。ですので今日私は個人の立場としてここでお話をさせていただきたく思います。で、私がこの問題を引き受けましたのは、ここでお話をするということを引き受けましたのは、TPP が入ったらどうなるこうなるもありますけど、何しろ今の日本の雇用をですね、これ以上劣化させたくないという思いで、それでこれをさらに劣化するようなものについては絶対歯止めをかけなければいけない、反対をしなければいけないという思いでここに座らせていただいております。で、3月の11日大震災、そして福島の原発事故、この2つ の, 本当に何と申していいかわからないこの大震災と原発事故について、私はこの3月11日というのは私たち労働分野の活動をしている者にとっても、今まで劣化している雇用にさらに震災そして原発事故は追い打ちをかけている。そして今、それこそアメリカのウォール街などでは99% の人がですね、 1% の、富裕者とかそれから、資本家に対して反格差ということで怒り の, デモが起きているわけですけれども、日本は残念ながら、そういった状況になく、どちらかといったら危惧しているのは3.11を、契機として、仕事さえあればいいじゃないかみたいな、そういった雰囲気がまたぞろ強まっているということを私は大変危惧しているところです。この、雇用を守る震災ホットライン、これは、全国ユニオンが3月の26日に開催をした結果です。で、この時に1日で293件の相談が寄せられました。私どもこれまでも何回かホットラインをやってきました。一番私も印象に残っているのは2008年末の派遣切りのホットラインでした。あの時も本当に相談してくる一人一人の人に受けている受け手の私たちが何を返してあげることができるのかもうわからないほど、家とそして住まいと仕事を失われて何とかしてほしいという泣きながらの訴えが続いたわけですけれども、今回の293件という相談の中では、もう一家心中しそうだというしなければならないというような、そういった相談が多数寄せられたわけです。それで休業自宅待機に関する相談がこの293件の中で221件と最も多く、そして、続いて、解雇とか契約満了、それから労働時間の短縮などでした。で、私たちがずっと、非正規労働者は本当にこんないつでも、解雇されてしまうというふうに言い続けてきたわけですけれども、この時も非正規労働者が特に派遣労働者が107人の方が相談を寄せてきたように、非正規であるがゆえに、で、非正規であるということはイコール契約期間がある働き方であるということであるがゆえに簡単に切られてしまっているという現状です。それから、3月の26日の直後はですね、いわゆる計画停電に伴う無給休業によって生活できない、どうしたらいいんだろうかというような相談が多かったわけですけれども、
それがですね、だん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 、解雇という問題になっていって、しかもですね、この2ページ目 の相談内容の集計結果を見てもらえばお分かりだと思いますけれども、いわゆる被災地だけではないところから多数寄せられているわけです。で、私たちから言うならば、言えば便乗解雇、便乗の賃金カット、そういった会社まで出てきてしまっていました。今もですね、全国ユニオンの中で、ある派遣会社、都内にありますある派遣会社と賃金未払いの問題でずっと交渉をしておりまして、第1次、第2次、第3次交渉まで今、来てるわけですけれども、賃金未払いに対して、それこそ働いている労働者はまさか、東京で派遣で働いていて、しかも、全然震災に関係ないと思われるような、そういった仕事で働いていて、なぜ自分が解雇されてしまったのか、頭が真っ白になりましたという人たちが相談を寄せて、ユニオンに入って交渉を続けているわけです。で、こういった状況がずっと続いているというところです。その中で、全国ユニオンだけではなくて、多くの労働組合が、こういった状況に対して何とかしなければいけないんじゃないかという思いで、派遣法の改正とか、それから今は有期契約労働の立法化の問題とか、働く人の保護を第一とする、そういった法律を作るということで、今いろいろな取り組みをしておるわけですけれども、そういった問題が震災以降ストップしているというふうに私の目からは見えるわけです。で、そういった中にあって、今回、TPP ということで、これが、これに対して日本が、今のこのような雇用の、ひどい、それこそ人として働くこと、生きることが保障されないような雇用があるという中にあって、TPP ということで日本が入ったら、日本はどうなっていくのか、日本というより雇用はどうなっていくんだろうかということを、私は、突きつけられている思いがします。TPP によって私自身 の本当に浅い浅い理解から言うならば、第一次産業が壊滅状態になるというふうに思うわけです。で、第一次産業が壊滅状態になっていくとしたら、当然中小零細企業も生き残れなくなってしまうんではないだろうかということは、当然今、失業率が約 4.1% と言われてます。これもやっと、今年の9月の、統計の中で改善もされた数字ですけれども、 4.1% の失業率があって、この失業率はさらに上がっていくんではないだろうかということを思います。仕事がなくなっていく、で、雇用の質はますます改善されるというふうには思えないわけです。それから、TPP の中で、いわゆる、当然人の移動の自由化というような、そういった問題も含まれてくるんではないだろうかということも思うわけです。当然多くの分野で無条件な自由競争を実現するというふうになればですね、人の移動の自由化も起きてしまうんではないかとするならば、現在でさえも外国人の労働者の人たち、日本で多く働いております。で、この人たちが今、どういう状況かといえば、私どもは非正規労働者は人間扱いされていないというふうに思っておりますけれども、外国人労働者はさらに日本人のそういった非正規労働者がでも嫌がるような仕事と言われるようなところを外国人労働者が支えているというのが現状だわけです。で、そういった意味で
ますます、さらに安価な外国人労働者というふうに、使われていく、そのことが外国人労働者にとっても外国人労働者の人権が守られないということだけではなくて、それは裏返すならば日本人の非正規労働者、そしてさらに正規労働者をも雇用の質を悪化していくことにつながっていくのではないだろうかというふうに思います。そして私たちはですね、これまで例えば非正規労働者、パート労働者の時給を上げてください、私たち全国輸入は1200円を求めていますが、1200円なんかはとんでもないというふうに、いつも言われております。しかしこの1200円というのは憲法24条で、国民が健康で文化的な生活を営む権利があるということで、そこに基づいて、一人の労働者が、自分の賃金で生活していくということを考えたら、最低年収240万で、それでフルタイム働いたとして2000時間働いたとして割った額が時給1200円です。でこれは最低だろうというふうに私たちは思ってますが、今のパート労働者の賃金、非正規労働者の賃金はここにはとんでもないほど届かないわけです。その中にあって、ユニオンがパート労働者の時給の賃上げを交渉するときにですね、必ず会社の方が言ってくるのは、1円でも賃上げをしたいんだったら工場が潰れてしまうっていうんですよ。それだったら海外に移転した方がいいという言い方を今でもされているわけです。でこの先さらにグローバル化ということで、TPP に日本が入ったとしたら、その状況というのはまさに、私たちから言うとグローバル化というのは、労働者にとっては賃下げ、そして自由化競争というのは解雇されるというイコールに私はなっていると思いますので、ますます安い労働力が、そして不安定雇用が世界の中で、その働き方こそ何か主人公であるかのような形で広がってしまうことに大変危惧を持っています。私たち全国ユニオン、それから全ての多分労働組合は今の働く労働者に対してディーセントワーク、人として尊厳ある労働を求めてはおりますけれども、これ以上低賃金で、そしてこれ以上雇用が不安定で、そんな働き方を誰も求めていません。その意味においてはこの TPP が入ってどうなるのかという問題について、特に雇用の分野においてこの件について情報もないというのも大変問題だと思います。で雇用の分野は、影響がないだろう、考えすぎだなんていう声が生まれて聞かれますけれども、絶対そんなことはないと思います。人間は働いて生きていく、それが日本の国の国民、全世界の人々も全て働くことでしかある意味で生活できていないというのは、それは現状なんですから、そこのところについてやっぱり日本政府は TPP という問題を掲げるんであれば、どういった影響力があるのかというのはきちんと情報を提供しなければいけない。そして私たち労働者はそれに対してきちんと今の現状からTPP に対してきちっと自分たちが労働者として自分たちの生き方、働き方という点からこの問題に対して問題意識を持って意見を持ち、そして反対ということで行動を強めていかなければいけないのではないだろうかというふうに思っているところです。以上です。ありがとうございました。ちょっとアナウンスですが、もう資料はなくなってしまいました。想定外でありまして、すいません、お互いにの方と見せ合いながらよろしくお願いします。もうちょっと入りますと今度は壇上に登ってもらうということになりますので、こういう集会を一度はやってみたかったという感じです。それでは問題提起の最後ですが、
昨総理総理、農村医療の問題を日本だけじゃなくてアジアを目配りしながらずっと一貫して取り組んでいらっしゃいますお医者さんの井野平さんに提起願います。資料で今日の話のメモと、それから先日毎日新聞に書かれた論考が載っております。それも参考にしながらよろしくお願いします。皆さんこんにちは、井野平です。信州から来ました、善光寺の方から来ましたというふうによく申し上げるんですけども、山の村で10年以上診療所長をやりましたので、随分高齢化した、現場存じ上げております。また若い頃外国人労働者や女性の世話をした経験から、医療保険がある日本人がいかに恵まれているのかということはよく分かっております。皆さん医療費と申し上げますと、日本では医療費高いなという皆さん思っておいでになると思うんですけれども、これは日本の一部負担が窓口でありえないほど高い、保険とは言えないほど高いので、皆さんそう思っておいでになりますが、実は先進国の中では例外的に日本の医療費は安いのです。一人当たりの医療費が大変安いことで有名、しかもフリーアクセスといいまして、誰でもいつでもかかることができるような保険証を皆さんが持っている、大変優れた医療制度であるというふうに WHO の会合なんかに行くと私は褒められてしまうんですね。今日は医学生さんも参加してくれてますけれども、私こんな頭してますけど、ずいぶん医学生にモテるんですね。でなぜモテるのかというのは、医学部がなかなか機能していないということがあるようです。私が若い頃に保険とか医療について勉強したこと、もうちょっと申し上げましょう。皆さんは保険といいますと、インシュランスの保険ですけども、私的保険と公的保険の区別がつくでしょうか。医学生さんたちにはいつも申し上げますけど、日本ではインシュランスというと皆保険なので公的保険のことですね。どっか道元がきちんと集めてほとんど全てを皆さんにお返しするというシステムです。ところが海外で英語で喋るときインシュランスと言いますと、私的保険のことで、これはカンパニーがやっていますので、集めたお金100のうちできるだけたくさん抜いて戻した方が経営成績としていいという、そういう保険会社の論理になるわけです。この私的保険と公的保険の違いについて、全く我々は違う話をしているのだということを学生さんたちにお伝えすることが多いです。では医師不足を解決するにはどうしたらいいでしょう。皆さんどうお考えですか。計算書的には医者を輸入するか患者を輸出すればいいわけですね。これは世界中で行われているようなんですよ。日本のお医者さんは英語が下手なことで有名で、まるで海外では偽医者だと言われることが多いんですけれども、もし日本のお医者さんが英語がうまければ海外を流出してしまうはずですね。10年ほど前でしょうか、イギリスが医療崩壊したときに、イギリスのお医者さんはとても英語がうまいですから、みんなカナダやオーストラリア行ってしまって、今ロンドンで診療を受ければ皆様方よりも英語が下手なお医者さんにかかることになるということを皆さんご存知でしょうか。このぐらいグローバルマイグレーションといって国境を越えて人々を守る時代になりました。先日バンコクで WHO でお招き受けて喋ったんですけども、山の中で働いている私がなぜ呼ばれたのかというと、世界各国で国民皆保険を導入する機運が高いからです。例えばバンコクでもそうでしたが、皆保険を導入すると農民の票がたくさん取れますので、保守党政権にとっては素晴らしいシステムなんですね。日本が50年前に皆保険を導入したことは今のベトナムぐらいの経済規模でしたので、随分冒険だったのではないかというふうに思われています。例えばベトナム人と先日喋った時も、50年後に日本のような経済大国になれるとはとても自分たちは思えないという実感の中で、50年経ってここまで豊かになった日本が介護保険を維持できるのかどうかわからないと悩んでいるのは、他山の医師としても随分ひどい話なんです。韓国では22年前、台湾では18年前、タイでも10年前、中国は人民日報が2月に8億3000万人の農民を包摂する新型農民保険を作ったということで、一応制度的には全国民を包摂するような皆保険というのは世界50カ国に今広がってきています。にもかかわらず詐欺になりかねないということがありますね。詐欺というのは保険料を皆さんから集めますけれども、しかし田舎で働き続けたいというアホなお医者さんや看護師さんをなかなか確保することができないということ、これに気づいたので WHO が私を呼んでくれたようでした。WHO に呼ばれて私が壇上で喋った時、
こちらにはジャマイカの女性、こちらにはナイジェリアの外科医というふうに、どうして給料が100倍も違うのに海外に行かないのかという誤解ですね。日本ではそうではありませんけれども、海外においては田舎で働いて医療をやるよりも都会に出ると給料は10倍。さらに本国といわれる旧宗主国のヨーロッパの方とかアメリカの方に出れば10倍。したがって100倍の給料をもらえるということを大変な魅力として考えているわけですから、世界のほとんどの地域に、地球上のほとんどの地域が無一体になっています。グローバルマイグレーションの国際移動の規模というのは数百万人規模ですので、日本にやってくる外国人労働者の中の例えば介護職の方が数百人いるというふうに日本の中で語り合っているのは1万分の1の規模の悩みだということであります。皆さんにお勧めしたいのはヘルプマンというコミックですね。皆さんヘルプマンというコミック読んだ方、当てないからぜひ手を挙げてください。ああ、そうですね、介護コミックですね。で、介護コミックで、そして外国人労働者が日本に来た時どんな風に、特に日本人とフィリピン人ですけども、家族がどういう風に変わっているのかということ、私あちこちの医科大学で講演する時にはこれをみんなに読んでもらって、お医者さんたちの卵に少しでも介護や、ケアの労働者たちの気持ちが分かるようにお願いしています。なぜ今介護のことを申し上げたのか、それは TPP と関係があるというよりもですね、我々の老後の問題が今後大変だからです。世界最大のスピードで、高齢化が進み、世界最大規模であるこの日本というのはインドとアメリカ以外からは大変注目されています。もちろん大東亜共栄圏とかっていうんですけど、韓国とか台湾とかもそうなんですけども、アジアは今後日本がどういうふうにして高齢化した人口と共に暮らし、彼らの消費成功をマーケティングできるのか、暮らし続けることができるような住まいがどうあるのかということを、街づくりに関しても大変注目しているという意味で、私たちの日本人もなかなか気づいていないんですけれども、日本が今後世界で最先端になれる分野というのは、ご老人方が好きな人と好きなところで暮らし続けたいという思いを遂げるようなことができる豊かな国であるからこそ、そういうことができれば世界のモデルになるということを考える次第であります。まあ、一方それが逆行しているということも事実ですね。で、憲法25条について先ほどおっしゃいましたけれども、私昔家出してキャバレーで強やってたこともありまして、その頃は路上生活者でしたので、路上からできる生活保護申請ガイドというこれですね。これをですね、全ての中学生にお伝えする必要があると思います。これさえあればですね、絶対に無事にしないわけですね。ですから首を切られても何をしても大丈夫という、まあ実はこれいろいろ仕掛けがあるんですけども、皆さんが市役所の窓口に行きますと、なかなか意地悪して出してくれません、保護申請書もですね。しかし行政手続き法は十数年前に改正されて、受理概念というのはもうありませんので、皆さんが手書きで書いた、申請書を出せば、それを受け取る以外にございません。受け取らないのは法律違反ですので、きちんと受け取ってもらって、ちゃんと一時金をもらうと。ではこのような教育が一般の公教育でなされていない。そして私ども医者も今日もそうでしたけれども、往診をしたり比較的疲れている、制度全体がどうなっているのかということについてちゃんと読み解けていない日本人は、随分今後大変なんではないかなというふうに思う次第です。今日のレジュメのところに戻りましょうか。私、5月の段階で毎日新聞に書いた記事、そして先週日経メディカルで連載しているんですけれども、私の名前で検索いただければいろんな文章出てくると思いますから、後で見ていただければと思います。TPP 協定は多分憲法に優越する協定であります。つまり国家に優越する企業というコンセプトですね。私の親友が南相馬市長をやっているので、3月11日の発災直後、南相馬の7万人の市民が飢え死にというか凍死するんではないかと随分心配したんですけれども、今後被災地がどうなるのかということ、冬が心配であります。このような憲法規定の中で日本人が守られるということが、なかなかこの日本ではアピールしないと助けてくれないという状態になっていること、随分心配したことを思い起こします。投資報道のような農業工業だけではなく、これ書いてあるやつですね、読んでるだけですけど、労働、医療、社会福祉として申し上げましたね、これですね、保険や金融、また公共事業などが含まれるであろう。デフレからの日本に外資が参入すれば、さらなるデフレになるのではないか。
当初はですね、報道で、全ての関税を撤廃する自由貿易協定だというふうに言われていました。しかし今報道では交渉次第だというふうに言われ始めています。下手すると先進国アメリカ向けの日本からの ODA になりかねないのではないかと書いておきましたけれども、ジャイアンスネオ関係で、スネオである我々は婚約してから結婚しないというときにどういう恫喝を、あるいは賭け麻雀で勝ったままですね、パッと逃げるとどういうふうになるかというのは大体想像がつくと思います。国内復帰より TPP 協定遵守が優先され、他の3カ国から突き上げられるどころか、外資を含む企業から訴追され、国内法規の変更を迫られます。これは ISD 条項と言われていて、今から14年前の、前というふうに言いましたが、ヨーロッパの方で有名になった条項ですね。今回の米韓 FTA にも入っています。米韓 FTA は読み解きますと、10項目ほどの、独訴条項というのが入っているのと皆さんご存知でしょうか。これも私のホームページで、日本語を上げておきましたのでぜひ読んでください。米韓 FTA は、当初皆様方のメディアは随分、先を越されるのではないかと書いたと思いますけど、喜ばしいことかどうか分かりません。TPP 協定について未だに日本語の制約さえありませんので我々全然分からない。関税自主権の完全放棄というのはまるでアヘン戦争後の南京条約を思い出すようなことで、日本の蒸発の危機ではないかというふうに考えます。コンピューターを持っている方は猿でも分かる TPP というのをぜひ引いてみてください。いろいろ出てくると思います。このように語る私が狼少年であればイソップ物語のように嘘つき少年で済むんですが、どうもそうでもなさそうだということで、私ども医者はお薬を出すときにどうやって出すか、 2,3 粒出して様子を見ますね。24粒一気飲みというのはありえません。で病気が治ってもどの薬が効いたのか分からない状態なんです。報道によれば交渉では何か公的医療保険は入っていないというとなってるらしいですけど、公的医療保険についての解説は保険協会の作ってもらってた青い冊子がありますので、この中で TPP とは何かとかね、混合診療全面解禁とは何かというのが随分詳しく書いてあるのでぜひご覧ください。ちょっと変えば自由診療というのは金のなる木ですね。つまり医療費どんどん上がっちゃいます。今は低すぎて困ってるからですからもうちょっと上げるべきなんですけれども、医療費が増えるということはどうでしょう、これ国税に反するんですよね。大蔵省も言ってると全然反する話になって、もっと上げるべきなんですけれどもちょっと変な話になってますね。さらに日本の中医協の薬の値段を決めるところに代表を入れろというふうに言ってきています。薬の値段が上がる傾向にしてくれないと儲からないところですね。そうなりますと製薬企業はあえて保険出産しなくなるんではないかと考えています。私が友人がアメリカ人でいますけれども、世界と岩波の、総合雑誌で4月号に、私いろいろ語り合った部分があるんですけど、アメリカ人が心底を羨ましいと感じている日本の宝である国民皆保険制度ですけれども、これを、まあ、我々の 99% だというアメリカ人の 99% が抗議しているわけですね。アメリカの金融や銀行間の 1% の利益のために日本の国民生活がどうなってしまってもいいのかというふうに危惧する次第です。結論ですけれども、 TPP 協定は憲法に優越する規定になりかねませんので、ぜひ首相に会ってはそこのところをきちんと説明していただきたいと思います。国民的議論が全くなされていない、何を守りどんな展望を持ちどういう戦略で臨むのか、首相としての考え方を国民に示すべきでありましょう。1分ぐらい残ったな。ありがとうございました。TPP の全体像だんだん明らかになったと思います。皆さん時間通り協力いただきましてありがとうございます。そしてあとですね、段取りとしては2部の金子さんの話が8時40分からで、半から10分の休憩を取るということに、こうやってますけど何だろうなっておりますので、あと10分くらい会場からのご意見あるいはご質問を受ける時間がございます。ただしこれは延長できませんので、遠慮容赦なく切りますけれども、どなたかご発言、はい、じゃあ一番早かったかで短くお願いします。皆さんの時間を取らないように。在日韓国人2世でオンと申します。カモさんにねお聞きしたいのは、日本と韓国とアメリカの、FTA ですね、あれによってアメリカの雇用は7万人増えて韓国の雇用は7万人減ったと、それはどういうからくりになっているのか、それとあとイルフィラ先生にね
オーストラリアとニュージーランドにアメリカが手を突っ込んで、これ TPP ですよね、医療を崩壊させたと。それによって国民は薬は高くて買えないんだと。ちょっとこれ読んだんですよね。そこのところ教えてください。お願いいたします。申し訳ありません。今のちょっとご質問には私ちょっとわからないので答えられません。はい、交渉担当者ではないのでなかなか難しいですけれども、オーストラリアは自国民のために安めに、医薬品を設定していたんですけれども公定価格で売りたいという、希望が強かったがゆえに、条件を飲まされたというふうに伺っています。しかしその中でもつまりルールを変更させられたということなんだと思いますね。このように、公害を出した企業が例えばあった場合に、その公害企業が操業を停止させられた時に、停止処分が自分たちの、障害になるからそれを訴えるということもできるような、それで国家側が負けたり譲ったりしてルールが変更になるということが各地であるようなんですね。私はただ危惧しているだけで、どうもすみません、それ以上お答えできません。じゃあはい、どうぞ短くお願いいたします。山下さんにお聞きしたいんですが、北区の田中と言います。個別職保障制度についてですね、山下さんはどういうふうにお考えになっておられたかたいんですけど、私はあれはですね、TPP やグローバリズムや市場原理主義にですね、日本を引きずり込むですね、一種の詐欺政策だというふうに思っておるんですけど、山下さんはどういうふうに思っておりますか。WTO の中でもですね、各国が関税をずっと下げていくわけですから、ヨーロッパなんかも特にそうですけど、もう農家が少々規模が起きても農業収入では増えない状況なんですね。だから多分ね、ヨーロッパ、スイスとかドイツ、フランスあたりは農家の所得の 90% ぐらい補助金で支えてるわけですよ。それをやっと日本は2001年からの中産管理の直接支払いで始まったわけですね。ですからそれは非常に遅れてる、日本は少ない、直接支払いで27とか言ってますけどね、数字がどこで支援できるか分かりませんけど、私は自民党の小泉構造改革の時に大きな農家だけに集中するという政策にみんな反発して自民党は政権を奪われたわけですよ。で民主党はそうじゃなくてですね、結局今農業で頑張っている全ての人が担い手だと、なんか国民全体で農業の層を支えるという政策に変わったからみんなで支持したわけですよね。ところが今になったらまた小泉さんがもっと悪い方に戻っているわけで、これは続けていってほしいと私は思います。日本が一番少ないんですから。訂正して、僕8時40分ですけど、金子さん7時40分からです。すいません。上がっておりまして。その他いかがですか。まだ1人2人は大丈夫。じゃあ手あげます。じゃあそちら。はい、こちらから、はい、皆さんにお尋ねしたいんですけど、福岡にありました藤瀬と申します。どうぞ。福岡から来ました藤瀬と申します。皆さんにお尋ねしたいんですが、国民総所得のですね、我々百姓は 1.5% しかその GNP がないって言ってるのに、国会議員がなんで350人もその反対してるんですかね。この TPP 本当に反対してるんですかね。そこには皆さんどう思われますか。わかりません。私も続けて分かりませんっていうのもなんかちょっと、申し訳ないなと思いますけど、今
国会議員の人たちの中にもそれはそれで今の日本の社会のありようについてはこれでいいのかということを考えている人たちも、まあ、出てきてはいるだろうなというふうには思っているというだけです。それ以上ちょっと言えません。まあ、今の質問はちょっと答えようもないんで、まあ、みんなでそうだなというふうに思うことにしましょう。どなたかあといかがでしょうか。はい、どうぞ。労働問題について伺いたいのですが、労働問題について伺いたいのですが、まあはい、TPP では、さまざまな規制が、先ほど出ました、非関税障壁とみなされるんだと、そういう中で、TPP に参加している、国の多くは ILO 条約の、いくつも のですね、条約を、批准していない国が多いやに伺いますし、また、労働者保護の例えば労働組合法だとか、まあ、最新法はどうなっているか分かりませんが、そうしたものが十分には整備されていない人が多いように思います。そんな中で、TPP に参加して労働分野での話というのは最も、ですね、規制が弱い、労働者保護が弱いところに合わせさせられていくのではないか。例えば、現在の日本の労働法規や運用はとんでもないですが、内容的にはなかなか優れたものだというふうに言います。例えば、今全国ユニオンが、ですね、断交を申し入れたとき、お前たちは過半数じゃないんだから交渉する資格なんかないよ、帰れとかですね、言われることはありませんけれども、アメリカンスタイルになれば、当然お前らなんか関係ねえんだと、何しに来た、こういうことになってしまうんだろうというふうに思います。あるいは組合活動することの犯罪になってしまうかもしれない、こういうふうに思うわけでありまして、その辺についての、見通しというのも難しいでしょうが、お考えを教えてください。なかなか難しい。矢川さん、お願いいたします。何でも、そうです。特に労働分野においては良い方に平準化されるんじゃなくて、いつでも低い方に低い方に平準化されて、水準がされていくというのが、それが現実なわけです。だから、まあ、一番はっきりしているのが、例えば賃金なんかは、特に非正規労働者の賃金というのはいわゆる最低賃金に規定される賃金だというふうに言われていて、いわゆる企業の中の賃金体系とは別の働き方であるというふうにされているわけです。ですから、その最低賃金が低ければ低い地方ほど、非正規で働いている人たちの賃金というのは低いわけです。今全国ユニオンが扱っているケースで、新宿の国葬オペレーターの業務をやっていてきた人たちが昨年の19月に全員解雇されました。この人たちの時給は東京で働いていた時に1250円です。これを、まあ、ちょっと企業名言っちゃうのもなんですけど、K という会社はですね、 K という文字がつく会社は沖縄に持っていったんです。と全く同じ国葬オペレーターの業務がなんと時給680円で募集をかけることができるというのが現状なわけです。で、その意味ではまさに地場相場によって低ければ低いほどそこの賃金は低いというふうになっているのが現状です。それで今ご質問の方は労組法の問題を出したわけですが、まさに労組法は日本は本当に私たちのようなユニオン、一人でも入れるようなユニオンというのは日本の労働組合法だからこそ存在できるということで、アメリカでは企業の中において過半数を超えて、労働組合を、結成をしなければその組合は、組合として会社との団体交渉権を持つことができないというのが現状です。労働組合を作ることができても交渉することができないというような法律が、まあ、アメリカなんかではまだまだまかり通っているわけです。
そして韓国なんかによるともっともっと非正規率が今 50% を超えて高いわけでして、そして韓国においては何が問題なのかといったら、労働者という幅がすごく限定をされています。で、今日本の中においても労働者性を問われる個人事業主扱いの労働者がたくさん増えてます。個人即配の人とか、それからヤクルトを売る方とか、生命保険の方とか、それから、学習塾の講師とか、そういう方がすごく増えてるんです。それでも今の日本の中においては実態が労働者であれば労働者であるということで、一つ一つ個別の問題について労働者性を争っていることができますが、韓国においては非正規労働者の圧倒的多くが労働者ではないという現実が規定があってですね、まず労働者であることを勝ち取るための戦いを韓国ではしているというのが現実です。そういう問題から言って本当にILO の条約の批准の問題もありますけれども、より低い水準のところに、合わせられていく労働の問題というのは、まさにグローバル化すればするほどですね、低いところにどうしても行かざるを得ないという現状の中で、私たちとしては今の日本の規制だってもまだまだ不十分です。派遣法が私たちは改正してくださいっていうふうに言ってますし、それから先ほども勇気の問題も、本当に勇気労働者が何年働いていても、先ほどの国際オペレーターの人、長いと36年間でした。これでも契約満了の一言で切られてしまうわけですから、こういう人たちを、まだまだ日本の労働法の中においても規制は強めなければいけない時期にあるわけですが、これでよりまた周りに合わせようみたいな、日本は良い条件で働かされて労働者が働いてるみたいな、そういう何て言うんですかね、煽り方をされてですね、より定住の低いところに合わせられていくことについては、すごく危機感を持たざるを得ないと思います。はい、ありがとうございました。多分労働基本権そのものが山下さん人に言うと非関税障壁ということになるんだろうと思います。それではちょうど時間が参りましたので、これから10分間の休憩に入りますが、その前にアナウンスを2つ。一つは食べ方資料を印刷してきておりますので、受付でお渡ししますので、ない方は言ってください。それからこれ一番大事なことですが、2回の用意をしております。もしご希望の方は9時半くらいから1時間ということですが、受付にお申し出ください。上限、3000円くらいで行こうかなという、そんな感じであります。3点目、ホノルルへ行って後ろ旗立てて出ろしようよという話を今やっておりまして、いかんせん金がないということで、いくらでも結構ですので、受付の箱の中に入れてください。資料出口に用意しておりますので。そしたらですね、時間通り7時40分再開、あと8分くらいしかありませんが、40分になりましたら確実にお戻りください。よろしくお願いします。また配布資料の中にアンケートが入っております。アンケートの下の方にですね、ご連絡先書いていただくものがございます。今後ともまたこの TPP 関連の情報を受け取りたいという方、ぜひお帰りまでにご記入の上、受付までご提出